にゃってなってる。こんばんは。こんばんは。私のお部屋が狭くなりました。物理的に。でもすごくいい感じです。こんばんは。チャコはね、上がってくるんですよ、階段を。ママも上がってきてほしい。上がる術を覚えてほしい。こんばんは。ちゃまはね、上がってこれないんです。勇気が。勉強めっちゃ疲れてるんですけど、おすすめの曲なんだろう。逆に歌詞のない BGM 系とか。こんばんは。私もよく無印のやつを流してます。シャマくん、もう布団から飛び降りますよ。大きくなったから。まあ、もうここにね、テレビを置いたんですよ。どうやって見せたらいいんじゃろ。黒い剣、なんかダウンロードしてるときって。電源切っていいかな。なんかさ、あうち、なんかなんて言ったらいいんじゃろ、お買い物とかあるあるだと思うんですけど、自分の部屋にこう来た瞬間さ、なんか思っとったより大きいってなりますよね。何インチなんじゃろうこれ。もともとリビングにあったやつを使わんくなったけん持って上がったんですよ。でもあのテレビとしてのその役割はなさなくて、今はね、あのなんか線みたいな繋いでないんですよ。でもあんまりテレビを見ようと思ったら下で見れるけんさ、なんか線繋ごうってはまだそんな思ってないんですけど。アンテナに繋いでない。
閉めた。後ろの黒いのは充電式の充電器です。こんばんは。ダリナさんのグラブ買わなきゃ。まだ買ってない。家から出てなくて。今日のエンディングライブにゃん届きましたね。ありあり。アンカーのやつ、アンカーじゃ、アンカーかな、あれアンカーか、わからん、ちょっと、うん、じゃあお見せしようと思います。いきます。じゃん、チョコ、チョコが映ってるテレビに。わかるかな。これですね。これ51なんじゃ。大きいんですよ。でもチャコホランデ、台座は何、台座、台座って何。双子みたいなのはガチャガチャかぶったんで置きました。台はテレビ台じゃなくてね、カラーボックスをね横に置いて、あのなんて言ったら、ブランケットみたいなのをかけとるだけ。ちょっとまだどうにかできそうだなとは思ってるんですけど、置いたばっかだから。テレビの近くにあったのはエレアコです。でも自分の部屋にこうおるってなったら、テレビがおるって言い方あるってなったらめっちゃ大きく見えます。うん、結構ガジェット好きだね。いやそうなんですよ、私好きなんだろうなって思います、自分でも。最近うちのガチャガチャと言ったらムキムキエビのイメージ。ムキムキエビ可愛いよね。あれ部屋でバイオハザードできますよね。Mステは下の大きいテレビで録画したやつを見ますね。ありがとうございます。そうそう、PS4 とスイッチをつなげました。こんばんは。でもガジェット好きっ
かもって思ったんですけど、なんか何がガジェットで何がガジェットじゃないかわからない。電子機器がガジェットってことなんですか。よく分かってなくてね。チョコチョコ、ティーラブでゲーム配信の後編。チョコチョコ、チョコが悪い子した。ダメっしょ。こんばんは。そう、最近さ、なんかもうなんて言うんですっけ、あれなんて言うんだっけ、メガネかけたらさ、目の前にさ、あのモニター出てくるみたいな、メガネさできてるやん。 VR じゃないんですよ。あのなんていう名前だったかな、あのね、メガネなの、メガネ。普通にメガネをかけたら浮かんでくるみたいな。あ、そう、スマートグラス。びっくりしました。なんかもうこうやってさ、メガネただかけただけでこうやってやったら操作できる時代になるんかもなって思ったら、すごい時代ですよね。必要性ないの？私の個展は名古屋だけですね。時代が進化する。コンタクト式のスマートグラスみたいなのでさ、確かに PS5 で8000時間遊んでる、すごっ。あと PS5 も結構最近発売されたものや。いいんじゃ、口うるうる。ワイヤレスのこの時代に有線ヘッドホンのパターンの方もすごいと思う。でもさ、やっぱ有線の方がさ音が良くない？ポータプロはさ、そのめっちゃ音がいいっていうさ、あのやこ、そういう音の良さじゃないかもしれんけどさ、こうガジャガジャっていうか低音って感じのやつじゃけん、ね、有線が一番性能的にはいいんじゃないかなって。だから椎名林檎さんも有線マイク使うんだろうなって思いますよね。じゃあ悪い子だ。こんばんは。じゃあこ、みん
ながおすすめしてくれたベースでしびれる曲何かお気に入りあった？まだね全部聞けてなくて、あの移動中に皆さんの送ってくれたリップ見ながら聞こうって思ってるから、もうちょっと待ってください。でもなんかこれ気に入ったって言いにくいよね。みんなの曲全部良さそうだし。ありがとうございます皆さん、言ってください、教えてくださって。え、ベースやってみたい。てかちょっとやったことあるんですよ。めっちゃちょっとなんかやったことあるにも入らんレベルかもしれんけど、あの青いひまわりのね練習しとるときに、あの葵ちゃんのベースをねちょっと借りて、葵ちゃんは私のギター、そう担いでちょっとだけ触ってみたんですよベースを。意外となんかね絶対難しいよなって思ってたんですけど、意外とね、そう楽しそう、できそうってなって、こんばんは。そうそう、でもドラムがしたいんですよね今。なんかあんまり自分はさリズム感ないって自分で思ってたんですよ。あのダンスとかではリズム感あるって思ってるんですけど、あの楽器系となるとリズム感ないかもって思ってたんですけど、あの歌唱力でさ竹中さんに「いや絶対リズムタイムいけるよ」って言っていただいて、で「えいけるのかな？」みたいな。思ってちょっとやりたい。こんばんは。なんかねすっごくあの歌唱力の時とかファイナリストライブの時の私の、待ってサングラステープが入ってる、歌わなきゃ、私のリズム感をめちゃめちゃ褒めてくださったんですよ竹中さんが。なんかいやもう今村さんが歌ってるのを聞いてると本当に、本当に音楽が好きっていうのが伝わってくるんだよねって言ってくださって、それがめっちゃ嬉しかったんですよ。チャコが歌うって言っとる、めちゃめちゃ乗り気、そう嬉しかったです。あのなんかジャズ系を結構歌ったけんさ、なんかジャズ系ってさあのこう歌のタイミングとかもさ結構難しいのに、めちゃめちゃ気持ちいいところで入ってくるから、その歌い出しとかなんて言ったらいいかね、感想後の歌い始めとか、じゃあこだからすごいって言っていただけて、チャコかわいいけど今は悪い子してますね後ろで。確かに、マットで遊んどる。それでは行きます。
サングラスデイズこの調子で ST の曲が増えていくことを願います。よかった、歌えてありがとうございました。毎日歌って夏が終わるまで。チャコが悪い子してるところ、チャコチャコ、それでは壇上を読んでいきます。13位ジノラニカウェグレさん、12位マサキさん、11位ブルーさん、10位アマズさん、9位ホジェさん、8位ツボユウスケさん、7位ユキさん、6位マサさん、5位昔からおじんさん、4位モアイさん、3位トラッキーさん、2位ナッカンさん、そして1位はドゥルルンちゃん、しーちゃんでした。ありがとう。それでは皆様おやすみなさい。また明日。